オールドマン・オブ・ホイ・オールド、マン・オブ・ホイとは、スコットランドのオークニー諸島のホイ島にある高さ137メートルの、海色柱である。旧赤色砂岩でできており、玄武岩の台座に乗っている。サーソーからストロムネスに向かうフェリーから見ることができる。付近には別の名所ドアーフィステインもある。オールドマン・オブ・ホイとは、ホイ島の老人の意味であり、 昔は下部に貫通口があって、それが日本足で立っている人のように見えるためそう、名付けられた。南方からの写真オールドマンはできてからまだ400年、経っていない。間もなく崩れてしまう可能性もある。1600年から1750年までの地図ではまだ、離れ岩にはなっていない。1817年に、風景画家、ウィリアム・ダニエルが描いた絵では、 今のものより幅広く、下部に貫通孔があって、足が2本あるように見える。この、ダニエルの絵は、地元博物館で見ることができる。19世紀初頭の嵐で、足の1本とその上部が流されてしまっており、侵食は、今も続いている。オールドマンは、イギリス1970年のコメディ番組、空飛ぶモンティパイソンの、今日の考古学の、 トレーラースケッチにも登場する。また、イギリスのミュージシャンニューリーズミックスが1984年に作った、Here、comes t カムズ・ザ・レイン・アゲ i ンのプロモーションビデオにも登場する。メガボルト・ハムナ・ボウ・方向から見た、オールド・マン・オブ・ホイ・オールド、マン・オブ・ホイの初登頂記録は、エベレスト初登頂の13年後の1966年のことである。登頂者は、クリス・ボニントン。 ラスティ・ベイリン、トム・パテーであった。1967年7月8から9日の登頂は BBC の特集番組として中継された。この時は2人組3組がそれぞれ別ルートで登頂し、そのうちの1組はボニントンとパテーのコンビが初登頂のコースをたどった。現在はいくつかの登頂ルートが知られているが、最もよく使われるのは、 最初に使われたルートであり、難易度はイギリス東急で e い位置である。年間登頂回数は20から50回である。オールドマン・オブ・ホイからのベースジャンピングが初めて行われたのは2008年の5月16日朝のことで、ロジャー・ホームズ、ガス・ハッチンソン・ブラウン、ティム・エメットによるものである。このジャンプのために3年の準備が行われた。 ドイツヘルゴラント等のラングアンナ。ありがとうございます。